っこいいですね。今日はですね、メルセデスと、ノルディスクと、あとこのふもとっぱらですね、ふもとっぱらのキャンプ場のコラボのイベントにやってきました。で、なんかグランピングのプランが当たったので、この車を借りて今日東京からやってきて、今日はこの準備されたテントに、寝る予定です。で、あそこにキッチンカーがあったり、なんかアウトレットものが売っていたり、あとはここでなんか食事とかをするみたいです。で、夜はそこでなんか映画鑑賞会があるみたいですね。はい。で、そのあっちの裏の方が普通の元っ腹のキャンプ場みたいです。どうですか？あ、すごい。ノルディスクのクマのマークのベッドがあってめっちゃ可愛いですね。ザ・グランピングみたいな。ただ、うん、寒いと思います。これちょっと寒いかな。これ寒いと思うよ絶対。まあ大丈夫じゃないかな。うん、もう一個借りようかな、このストーブ。これは風を起こす送風機みたいなもんです。これ焚き火用のやつなんですか？これ一応焚き火用です。ーバーベキューファンっていう、あ、そういうのあるんですね。あるんです。半袖はちょっと寒いですね。あったかい。なんとか来ちゃうんで、ここなんかメインのやつだと5分ぐらい。アスガルドって書いてある。これやばいよマジで。あ、これがアウトレットなんだけど、上だけ破れてる。まあ別にって感じですかね。元値が20万ぐらい。アスガルド。どうですか？寒い。いいいいいい。これアウトレットなんですか？これはもう。いや、それは純粋に新品です。もう名前が変わって売れなくなっちゃったんで。いいじゃん。いいんじゃない？緑で。緑いいね。これもらっていいですか？あ、もちろんです。ありがとうございます。このまま着ていたいです、寒いから。東ドイツ、東西のまだドイツが分かれた時に立ち上がったブランドなんですよね。いけるかな？はい、大丈夫です。ありがとうございました。で、これから、なんか市場のね、メルセデスの試乗をするイベントがあるみたいなので、それに乗ってきたいと思います。乗るのは G クラスの、最新モデルですね。はい。で、ちなみにこの今回乗ってきたこの G350 の、ゲレンデかなはちょっとね古い機種で、なんかねいろいろこうアナログなところが多かったんですけど、最新のものは、まあ、その辺が少し良くなってると思うので、まあ、楽しみにしてます。これが乗る試乗の、G クラス G クラス、うん、新型。じゃあスタッフの指示のスタッフでお願いします。はい、これのディーゼルでしたっけ？これディーゼルです。運転しやすい？いや全然ちゃうね。全然ちゃう、うん、乗りやすいですね。結構乗りやすいです、うん、今の音は変わんないんだ。そこはもう全然変わってないです ね。これからも多分変えるつもりはないと思う。そうなんですね。はい、なるほど。
このモデルに変わる時も変えようとしたみたいなんですけど、はいはいはい、あの社内で反対意見が多かったみたいな。そうなんだ、はい、なるほど、こだわりの音なんですね。そうですね、今回新しくなって、はい、そのさっきあの鍵の閉まる音とか、はい、残したっていうじゃないですか、はい、他になんかその残した部分ですか。残した前と同じパーツっていうのはあと3つだけです、うん、あ そ, それ入れて3つですね、うん、前のウォッシャー液です、うん、でここのドアノブです、うん、逆にあともう1個何か分かります？多分ね、うん、1周すると目に絶対入るものです、うん、はい、後ろについてるやつ、ね、あそうです、うん、タイヤのカバーですね、うん、カバー、はい、カバーが前と同じやつだった、はい、この3つだけですね、はい、ほとんど変わってる、ね、そうです、ほとんど変わってるんですけど、こういった見た目はあえて変えず、そうですね、はい、で内装とかもこういったところ G クラスの顔をモチーフに作ってるんです、うん、これウインカー、これヘッドライトです、はい、はい、ありがとうございます。ああ寒い、はい、こっちはまああのビーバータウンっていうものなんですけど、こっちはロンドン、これがスコットランドの、あの超有名なあのブリュードックっていうあのところと、マンチェスターのクラウドウォーターっていうあのブリュワリがあるんですけど、この2つがコラボした超レア品なんですけど、まあそのマイクロブリュワリーなんでそれほど生産も多くないんですけど、全然日本に入ってきてなくて、もうこれにしようかな、うん、でこれ乾杯してみようかな、はい、はいはい、アスガルドの方が、容量が少ない。あーそうなんだ。ミトガルドは同じ下の平米なんだけど、うん、上の面積が布柄3つすごいでしょ、うん、あの分めっちゃ幅取っちゃう、なんかもうめっちゃすごかった、量が倍ぐらいあったの。こちら地産地消の肉、地産地消のものになっております。ふもとっぱら付近に取れたものになっております。鹿肉とか、まあ、鹿肉とか、うん、あとは豚、うん、あとは豚、それを使ったソーセージ、うん、なるほど、はい、そして野菜、うん、ここもなんと全てふもとっぱら付近で取れたものでございます。ありがとうございます、はい、いいよ、2枚焼きます。もう1枚ぐらい、なんか本当にドローン使ってないっしょ。そうだね、オーケー、ただしブログには載せるなよ、ヤングサインは寄せ、おい冗談だよ。ちょっと時間遅れるか、はい、時間驚いたね、今こんなに来ることを悪くなるとは思わなかった。悪くだけじゃないよ、炙ってるね、なあ、ここから富士山を撮るんですけども、うまくいけば木の間から、太陽がね出てくるんじゃないかと思っているんですが、まあ、そしたらいい写真が撮れるんじゃないかなと思います。なんとかつきましたね、これで。ナイス。法的にフォトッパーよかったな。このサンドイッチ美味しい。美味しいね、うん、
まあでもいい。全然いいよ。薄い方がいいって言ってたよね、そういえばね。じゃあ、多分薄いだろう方。コップがすごい熱いよね。無理よ、くっつけない。あ、熱い。くっついちゃったから。熱いね。飲めないよ、口つけらんないよ。あちっ。言ってしまうから。俺何回もさっきやってるやつ。そのくだり何回もやってるよ。ちょっと待とうか。消えるまで。なんだこれ冷まさないためにこういう素材にしてんのかな。いや、あっちっ。